ファニーを探しては、2014年に公開された、インドのコメディ映画。ホーミー・アダジャニアが監督、ディネー・シュビジャンがプロデューサーを務め、マドックフィルム制作、フォックス・スター・スタジオ配給となっている。ナシール・ディーン・シャー、ディンプル・カパディア、パン・カジ・カプール、ディー・ピカ・パード・コーン、アルジュン・カプールが出演している。老郵便配達員の初恋相手を探す5人を、描いた。 ロードムービー作品。日本では2015年3月に大阪アジアン映画祭で特別招待作品として上映された。ナシール・ディーン・シャー・アルジュン・カプール・ディンプル、カパディア・ディー・ピカパ・パード・コー・オーム・ホーミー・アダジャニアはサルバドール・ド・ムンドに1ヶ月間滞在して映画の総案を練った。当初は映画をロードムービーにすることは考えておらず、恋愛小説家のようなジャンルにすることを想定していた。 また、脚本執筆のために、ケルシカンバッタの助けを借りており、彼と仕事をするのは、ビーイング・サイラス以来二度目となった。2009年までに、脚本は完成した。当初は、イムラン・カーンとソーナム、カプールが出演する予定だったが、それぞれ交板している。また、ディネイ・シュビジャンは、制作に反対し、アダジャニアに、あなたは10人しか見れない。 キングリッシュ映画を作ろうとしていると告げた。そのため、アダジャニアは、制作を延期して、カクテルの制作に参加した。2013年5月にディー・ピカ・パード・コーンと、アルジュン・カプールの出演が決まり、カプールは、負け犬であることを認めようとしない、メカニックを演じることが報じられた。また、パード・コーンは、出演量を減らして制作者との間に、 利益分配契約を結んだと報じられている。同月8月までにナシル・ティーン・シャーとディンプル・カパディアが出演契約を結び、9月にはパンカジ・カブールの出演が決まった。報道では短編映画と報じられていたが、パーディコーンはこの報道を否定している。映画は国内と海外市場での公開を目指して、英語版とヒンディー語版が制作された。 2013年10月から撮影が始まった。撮影はサリガオ、パンラ、アッサガオ、アルドナ、ソコンロ、ゴルタリンなど5ア州各地で行われ36日間で終了した。カペディアは役作りのためルドリーの時のように人工装具をつけて撮影に参加した。撮影は最初に英語で行った後ヒンディー語の吹き替えを行っている。 2014年7月4日には、シェイク・ユア・ボーチアという曲のプロモーションのため、キャスト撮影が行われた。ダンスシーンの振り付けは、シア・マク・ダバルが担当し、映画のトーンに合わせて奇抜な動きをするようにキャストを指導した。作曲は、マティアス・ダ・プレシーと、サチン・ジガルが担当し、ムク・タール・アリ、アラン・メイサー、ジガール、サライア、ディネ・シュビジャンが歌手として参加している。 2014年8月11日にムンバイのイベントでファニーリ、シェイクやボーチアが発表され8月19日にサウンドトラックが発売された2014年7月2日にアルジュンカプールとディーピカパードコーンのプロモーション写真が公開された写真ではカプールはベストを着用しパードコーンはエプロンを着用して肉屋のナイフを持っている 同月8日に公式ポスターが公開され、10日には予告編が公開された。制作人は9月1日にプレミア上映を行い、海外市場に配給する前に映画の反応を確認することに決めた。英語インターナショナル版の編集はニック・ムーアが担当している。アダジャニアはプレミア上映をトロント国際映画祭で行うことを希望していた。しかし、 インドでのプレミア上映が2014年9月1日に決まったため、制作陣はアダジャニアの意見に反対した。そのため、海外でのプレミア上映は10月の不残国際映画祭に変更された。8月下旬、中央映画認証委員会は、パーデコーンが私は少女だと発言するシーンを低俗だとして削除することを要請し、またカッパディアのスカートが引き裂かれるシーンを、 トーンダウンするように求めた。レーティングは、プレミア上映当日の9月1日になっても、承認されなかったが、これは、中央映画認証委員会 CEO のラケーシュクマールが、贈収賄容疑で逮捕され、同委員会が混乱していたことが原因だった。また、映画はインド動物福祉委員会から二度にわたり、上映申請を却下された。9月5日に、アダジャニアは、委員会が、 最終的にパードコーンのセリフを承認したことを確認した。彼は委員長に対してパードコーンのセリフはすでに予告編公開の際に承認されていたと指摘している。ホーミーやダジャニア英語版とヒンディー語版合わせて900スクリーンで公開され、公開初日の興行収入は5100万ルピーを記録した。公開2日目の収益は40%増の7 0 0万。 ルピーを記録した。公開第一週末までに1億9900万ルピーの収益を上げ、海外市場では160万ドルの収益を上げている。英語版の公開第一週末の興行収入は、アメリカ53万5000ドル、イギリス19万3000ドルとなっている。中東では、ヒンディー語版の公開第一週末の興行収入は41万5000ドルを記録した。 このタパキスタン、西インド諸島、オランダ、東西アフリカ、南アフリカ、モルディブ、ノルウェー、フィジー、スリランカ、インドネシア、シンガポール、マレーシア、タイ、オーストラリア、ニュージーランド、ネパールで合計工業収入45万ドルを記録している。公開第一週の国内外合計工業収入は2億8100万ルピーとなった。 公開第2週の興行収入は3500万ルピーを記録している。映画は批評家から高い評価を得ている。rediff.com のラジャセンは4、5の星を与え、映画は愉快に大笑いさせてくれると批評した。ボリウッドハンガマは、監督、脚本のアダジャニアは、あえて従来のルールをすべて破り、あなたが関心を抱くような面白いストーリーを提供します。 それはきっと価値のあるエンターテインメントを求める名敏な観客に訴えかけることでしょうと批評している。ヒンドースタンタイムズのスーイータカウシャルはキャスト全員が輝かしい仕事をこなしキャラクターに完全にフィットしていると批評し映画については生と愛を見逃してはいけないと述べている。デイリーニュースアナライシスのサリダ・タ・ンワールはリアルで面白く思いやりのある映画を称賛した。 ありがとうございます。